Hey guys, ジェニーです。見ての通りお風呂の中にいます。ゆったりしたいじゃん。週明けだよ。週明けって一番だるい言えないじゃないですか。もう嫌だなと思って、今日はのんびりのんびりとね、10月のヒールを紹介していきたいなと思います。それではレッツゴー。スニーカーズモップでございます。普通に可愛いなと思って最初買ったものなんですけど、そう、これリピート品なんですよ。最初ね、見た目がすごい可愛くて買ったんですけど、もうそしたらね、こう絨毛みたいな色々ついてて、あ、これモップなんだって後から気づいて、床のゴミを取ってくれるんでいいなと思ってこう使ってたんですけど、前のはね1年間ぐらい使ってたんで、もう汚いんですよ。汚くなりすぎたっていうことなんで買い替えました。はい、では次、クリップ型のピアスと、全然ピンと合ってくれない、ツールケース型の、筆箱でございます。この2つはもう形を見て惚れたものですね。これ普通に筆箱じゃないのに筆箱として使うとか、ちょっと変わった形のものを別の用途として使うのが、まあ、個人的にね、こうワクワクするんですよ。変態ではないですよ。こういいなと思って買いました。はい、次、マジックインキでございます。これはですね、1950年代のスヌーピーの絵になっていて、こう見ての通りもうチャーリーブラウンとか顔もジャガイモなんですよ。みんなこう顔が丸めの時代なんですけど、あとこの中がですね、絵が全部つながってるようになってて、眺めてるだけで私は満足だなと思っているんですけど、さらにですね、これ中の中ペン自体もですね、こういうキャラクターの絵もついていて、もうこれはもう惚れて仕方がないと思って買いました。それでは次、はい、最後はですね、こちらの黄色のパーカーでございます。なんでこの黄色いパーカーを買ったのかというと、冬になるとみんな黒い服ばっかり着るからなんですよ。まあ、正直ですよ、正直みんなが黒い服を着てる中、黄色い服を着て程よく目立ちたい。そう、目立ちたい。今日の動画見てくださってありがとうございます。たまにこういうのミュージシャンのもいいでしょう。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね。